東京オリンピック女子レスリングの金メダリスト川井姉妹が東京新宿署の一日警察署長を務め、子どもたちに交通安全を呼びかけました。慣れているところこそ注意しながら渡って、横断歩道を渡って行けばいいんではないかなと思います。スポーツでもこういう交通安全でも一番元のルールがやっぱり大切だなと。東京オリンピックの女子レスリングで姉妹で金メダルを獲得した川井梨紗子さん、由香子さん姉妹が新宿署の一日警察署長に就任し、交通安全を訴えました。イベントでは子どもたちとトークを交えながら事故に遭わないための歩行者のルールなどを確認しました。都内では今年先月末までに交通事故で81人が死亡しています。警視庁は歩行者側も安全確認を十分にしてほしいと呼びかけています。